モンゴル時代の河北東下領。ゼ安支持寺は地図上にないが大トロの東北方に位置する。ゼ安支持寺は中国にかつて存在した道。モンゴル帝国及びオーモットウルスの時代に現在の内モンゴル自治区レッドパイク市、オンニュド旗一帯に設置された。コンギラト部族の遊牧地の一つで、オーマサジが遊牧生活における夏エイジの役割を担っていたのに対し、 全安支持は、東映地として用いられていた。近代の北京土全州を前身とする。現代初期から王、正の地と共に、コンギラトブの遊牧地とされていたが、1270年代から、都の城が建築された、王正寺と異なり、全安支持の都の城建設が始まったのは、オルジェイト・カーンの地勢からであった。1295年に、コンギラトブ当主万事体が、 南下人工師をめとったことをきっかけに、大正寺の東700里に、中冬の地を建設する申請がなされ、即位したばかりのオルジェイト・カーンによって、この申請は許可された。東栄地の都の城が完成すると、1297年に、全州は昇格して、全安市府となり、さらにその6年後の1303年に、全安市府は、全安市寺と改められた。による、 明朝の建国後、禅安史寺及び、王政寺は一度明朝の統治下に入り、1388年に禅内守、王、昭栄が設置された。しかし、それから一年足らずで、モンゴル人の反乱によって前ネイマモ守は廃止となり、明朝はこの地方に、高級的な支配権を確立することはできなかった。禅安氏寺には、禅安史権のみが設置されていた。 屋内1930、650から651ページ、原始巻118列伝五徳節前伝、元低元年、再令大盤次第またなお農家魔工種、また予行集受け予定、も、大政さ東700里中冬の地層圏上流、また1の、大徳元年、那須の白田目税にやすし原始巻19世紀、本議に、大徳元年2月後日、 マス全州ためぜんやししふ、厳島二十一聖州、本義四、大徳七年十一月かの年通じ、マス全礼二目寺、明太素実六交部二十二年夏四月を乗れ、五日立、御子と乗りを家前全礼守る。剣士聖院、上り命つくね兄弟ためしきし、失列門以下とも樹も、武職、雄三、明太素実六交部二十二年八月更新、小本上昇室、 列門戦通等室ハーグ等、立その部下重ね、つくね兄来、イタリナリハヤ、鉄寺、和田1959,184から185ページ、原子巻き58シリング11リシ1、全安史寺、下、両県1、全安市、下、ありがとうございます。